吹き口はね、もう機械でガンガン削っちゃいます。なんかね、普段まあ竹でケーナを作ることの方が多いんですけど、やっぱり木は材質にもよると思うんですけど、硬いですよね。この道具がないと多分木は結構つらいんじゃないかな。まあ、とりあえず荒削りかな、こんな感じ、ね、荒削りしました。ここからはやっぱり手を使った方が紙やすりはね、結構荒いの使ってます。これ何番だろう、100とかそのぐらいかな、120とか。結構全然削れない。
よくね、ここのこの深さを聞かれることがあるんですけど、このね、ここのどこまで削り込むんですか、表をって、これは結構ね、気分です。まあ気分っていうかね、なんかその音がいい音がするところまでっていう感じかな。浅いと、浅いと音がやっぱり良くないですよね。こう詰まった感じの音になって、で、かん、この、まあ、深いと今度は音が抜けて軽くなっちゃうっていうか。でしかもこれケーナのね、肉厚、缶の肉厚にもよるから、結構一概に言えないんですよね。で普段蓬莱竹とかメタケをメインで使ってるから、あんまりね、こう肉厚の多い材料っていうのは使わないんですよね。そんなに扱わないので、このぐらい、昨日ケーナぐらい厚いとやっぱり多少深くはなりますよね。でこれが何ミリって決まってるわけじゃないので、その笛の持っている持ち味を出せるような深さ、ちなみにだいたいこういい音のする形っていうのは決まってるので、あんまりこう音を確かめながら削ったりはあんまりはしないですね、基本的に。でその拭くとね、材料がやっぱ湿っちゃうんですよね。そうすると完成してもう一回拭いてみるとね、なんかその縮んじゃうから、乾燥してあんまり思ったような吹き口に仕上がんなかったりするので、なるべく息を吹き込まないように作るのが実はまあ効率よく作るコツだったりします。飲むかな。あとはちょっと周りが、とりあえずね、こんな感じで仕上がりましたね。まあまあいい感じかな。じゃあちょっと吹いてみよう。まあまあまあいい感じですね。ほぼ完成。あとはちょっとまあ修正というか、少し音が硬いのと、少し音が硬いのと抜けが良すぎたので、音を柔らかく、目のね細かいヤスリでちょっと仕上げます。これでどうかな。どうでしょう、違いは分かりますかね。まあ生音だとよく分かるんですけどね。であとは
とはね、こうちょっとこうコーティングをしてあげるんですよね。と調律をしてる時ってやっぱ音をねいっぱい出しますけど、その時に吹き口の形が変わってってしまうといい調整ができないので、まあ、こうやってねコーティングをしてあげて、こうやっておくと安定してね調整ができますね。ついでにこの断面もね、顔のね油とか熱いと汗とかがここ染み込んでいくので、まあ、竹の木の場合はね別にそんなに大丈夫なんですけど、竹の場合はね結構染み込むので、あんまりね木の場合はね大丈夫、竹の場合ちょっと